スマイル、スイン、シスター、サディスティック、サプライズ、サービス、ウィン、ハスキャン、クルワイ、君の元気チャージに、一役買えるかな、愛情マシマシ、ファンのオラデマデ、精神、セイツゾン。このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。北澤さん、ポール・ストールズについてはどんな印象でしょうか。ストールズですか。本当にサッカーをよく知っていてうまいんですよね。世間ではイブシギンの選手とかよく言われていますよね。そうですね。派手さはないんですけどもパスセンスが素晴らしいのでゲームを陰から支配できる選手なんですよね。はい、今日もスコーゼー、彼のゲームメイクに注目です。注意に終わりました。この距離十分に狙える位置です。さっそうですか。注目したいですね。立ち上がりのコーナー重要ですからね。シーンでしたがここシュート、シュートはバーの上。いや上外れましたけどもね、狙っていくのがいいですよね。まあこういう姿勢は次に繋がると思いますけどね。キミッヒ立て直しファーサイド出ていた。いやクリスティアーノ・ロナウド、お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。まあサイドを、ね、うまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかり守備していかなければいけませんよね。クリスティアーノ・ロナウド、今のチャンスはものにすることができませんでした。絶好の位置、シュート、前線へこの長いボール、ムバッペ、緩いボール、キミッヒ、前半この時間帯両チームともにまだゴールは生まれていません。ここ来ましたよ。ドリブルですね。一人上がっていく、
いけるか、オーダーミドル、ポスト直撃、いや低く丁寧に打ち込んできました。ロス付き決まりはしませんでしたけど、キーパーが取りづらいシュートだったと思いますよ。縦へ一人で持っていく、上げてくアウトまで来た、止めた、ふわっとしたボール上げてくる、どうだ、イベントス、ここはクリアでピンチを出します。ロシスキミドル、まあ、距離関係なくシュートでフィニッシュする意識の高さが大事なんですよね。ゴレツカ、さあ左へ預けてクリスティアーノ・ロナウドから緩いフィードボール、ボールの場合は激しいものがあります。ファール、カードをもらうかもしれません。ちょっとファールになりましたけど、この辺で抑えておかないと危険ですよ。大事にしたいフリーキック、さあどこを狙うか、直接行くか、直接拾いたい、キミッヒ、この位置でボールを受けます、どうだ、まあ、クリアが精一杯です。ここで前半が終了しました。まだスコアレスです。後半の立ち上がりなんかも何か仕掛けてくるかもしれませんね。スコアレスのまま後半へと続きます。後半です。ホーム側としては外防してましたからね、はい、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。そうですね、このパスを防ぎます。さあユベントスボールです。中央へキャンベル、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。クリスティアーノ・ロナウド、スペースを狙った、左から上がっていきます、裏へのスルーパス、この位置で受ける、シュート、クリア、このピンチをなんとか出します。ゴレツカ、クリスティアーノ・ロナウド、ボールを下げてリズムを作るか、長いボール縦へ、クリスティアーノ・ロナウド、ミドル、まあ少し距離ありましたけどもね、どんどん狙っていく姿勢が大事ですよね。フェルナンド・トーレスからクリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウド、後半に入ってゲームが動きます。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。そうですね、このクラスの選手になるとボールをもらう位置や動き出しのタイミングなんかはもう染みついてるんでしょうね。これはワールドクラスのゴールですよね。
ユベントスはここでベンチが動きます。先制ゴールを決めました。1対0。この辺のね、1点の重みっていうのありますよね、うん、試合の状況がガラッと変わりますからね、はい、ムバッペのボール、いった、待ってった。ユベントスとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。長いボールを送ります。シュート、いやー、ユベントス同点のチャンスでしたが決まりませんでした。ちょっとやはり失点したということで慌ててることもあるんでしょうかね。左上がっていく、裏のスペースを狙う、いいとこありますよ。クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウド、これがダメージゴールになるのか。これはちょっとキーパー反応を遅れてしまいましたね。いいシュートでしたね。見ているこっちも気持ちよかったですからね。あのようないいシュートでしたね。クリスティアーノ・ロナウド、今日2点目です。得点を重ね2対0という展開。ホーム側としては非常に大きな得点ですね、はい、無理に攻めていく必要がなくなってきますからね。そうですね。上がっていく右サイド、デイビス、エデル・ミリト、ラングレから一気に前へ、クリスティアーノ・ロナウド、ボールのこのパス、シュート、クルトワ、これはよく取れました。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これホーム側としては少ない残り時間どう使ってくるのか注目ですよね。クロス、ちょっと浅いか、ここで笛です。2対0、見事勝ちました。北澤さん、今日のゲームに振り返って何かございますか。ホーム側としては後半からリズムをつかみ始めましたよね。Yeah, yeah, 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 y